準備はできてるな、カズカ。やるしかねえ。ええ、やってやりましょうや。気合い入れてこぜ。はいはい、どうも。どうもどうも。本日はこの世のどこかにある一大リゾート、どんどこ島のご紹介をさせていただきます。紹介しちゃいますぞ。申し遅れました。僕たちはどんどこ島のマスコットキャラクターなんだ。僕はガチャピ、こっちはムック。ムックですぞ、よろしくお願いします。それではどんどこ島での最高のバカンスへ、レッツラーゴー。あ、島が見えてきたよ。海が綺麗ですな。どんどこ島に来たらみんなでお出迎えするよ。どんどこ島での生活はゴミをバットで壊して島をきれいにして、カブトムシやチョウチョウを捕まえたり、森で魚を取ったり、集めたものを島のお店で売ったり、お買い物したり。うん、ああ、いろんなものがありますな。ゴミを壊して集めた資源で DIY もしちゃおう。カズカさん、何を作ってるんですか。うん、よし、ワイルド。集めた家具で模様替えも楽しんじゃおう。クールな部屋ですな。なあ、部屋の中に立派なトラが。実はこれも DIY で作ったんだ。世の中器用な人もいるんですね。こんな感じで立派なお家を建てて島をどんどん盛り上げていこうね。いやー、どんどこ通ってすんばらしい。と言っても最初はスカスカだから、ビルを置いたり乗り物を置いてコツコツ島を充実させていこう。ん、バカンスというか島の復興を手伝わせているような。あ、はいはい、島には素敵な仲間がいっぱいいるよ。動物もいますぞ、亀の亀吉、イルカのドルフィンヌ、そしてオンライン子。オンライン子は他の島に連れてってくれるんだ。島が発展するといろんなお客さんがやってきますぞ。たくさんお金を稼ごうね。がっぽり。それではどんどこ島ツアーを開催します。ツアーの醍醐味といえばやっぱりキャンプファイヤー。みんな盛り上がってくれてるね。島を荒らすパイレーツがやってきましたぞ。みんな逃げて。イノシシまで、もうどんどこ島はおしまいです。あ、春日さん、怖い人たち追い払ってくれてるの。大丈夫ですか。え、ワイルド。そんなこんなでどんどこ島での生活はボリューム満点、波乱万丈。泳いで走って拾って作ってゴミを壊して戦おう。最初はゴミだらけでも、いつしかこんなに発展させることができますぞ。最高の思い出ができること間違いなし。君だけの素敵な島を作って、どんどこ島での生活を心ゆくまで楽しんでね。待ってますぞ。夢いっぱい。ハッピーリゾート、どんどこ島へ。どんどこどんどこ、おいでませ。ハッピーリゾート、どんどこ島。